STS-38 はアトランティスを用いたアメリカ航空宇宙局のスペースシャトル計画のミッションである。37回目のスペースシャトルの打ち上げとなり、アメリカ国防総省の極秘のペイロードを運んだ。アトランティスの7回目の飛行であり、アメリカ国防総省のための作業を行ったのも7回目である。4日間で地球を79周し、200万マイル以上を 飛行したアトランティスは、ケネディ宇宙センターナサシャトル着陸施設の第33カス走路に着陸した。打ち上げはもともと1990年7月に予定されていたが、STS-35 のカウントダウン中、コロンビアの水素漏れが発見されたことから延期された。大ビタ整備施設への引き上げ中、今日の嵐により、機体は損傷を受けた。 ペイロードの問題のため、結局打ち上げは1990年11月15日に行われた。打ち上げ窓は18時30分から22時30分の間で18時48分に行われた。アトランティスとコロンビア起動場のアトランティス会場の日の出打ち上げは1990年11月15日18時48分13秒に行われた。 もともとは1990年7月に予定されていたが STS-35 のカウントダウン中に液体水素の漏れが発見され6月13日から7月25日まで第29発射台で3つの予備タンクのテストが行われたその結果外部燃料タンクと大ビタの間の外部燃料タンク側で4 3 2ト、mm、ルの水素燃料漏れを確認しすぐに ケーブルから外された。発射台は修理ができず、アトランティスは8月9日に大ビタ整備施設に引き上げられた。この途中、コロンビアが STS-35 のために発射台に移動されるまでの間、約1日間にわたり、スペースシャトル組立て棟の屋外に止められた。この間に雷嵐が襲い、氷でタイルが損傷した。オービタ整備施設での修理の後、 アトランティスは10月2日にスペースシャトル組み立て胸に移された。吊り上げ作業中にオービタの後方区画から取り外されていたプラットフォームビームが落下し、わずかな損傷が生じ、修復された。10月12日に発射台 A に移され、10月24日に4つ目のタンクのテストが行われ、水素や酸素の漏れは検出されなかった。 飛行準備完了確認審査において、打ち上げ日は1990年11月9日に設定されたが、ペイロードの問題により11月15日に延期された。11月15日の18時30分から22時30分の間の打ち上げ窓で打ち上げが行われた。 アビエーションウィークによると、当初は 204km、519km、軌道傾斜角28.45度の軌道に入った。その後、3度にわたり、スペースシャトル軌道制御システムが添加された。最初の点火により、519km の円形軌道に入った。一つ目の極秘のペイロードには USA-67 というコードネームが付けられ、7周目に、 アトランティスのカーゴベイから展開され、8週目の昇降点でロケットモーターに点火して静止トランスファ軌道まで移動した。アビエーションウィークは USA-67 は静止軌道上で電子情報活動を行う衛星で1990年の湾岸戦争中の動きをモニターするために打ち上げられたと報じている。STS-38 の2つの上段に 搭載されたことで、当初は2段の完成上段ロケットで打ち上げられた STS-51C や STS-33 の時と同様にマグナムであると信じられていた。今日では STS-28 や STS-53 で展開されたものと同様の STS-2 軍事通信衛星であると信じられている。また、 USA-67 は STS-38 で展開された唯一の人工衛星ではないと信じられている。一般に公開されたアトランティスの垂直尾翼と船橋老公端各壁の画像は STS-53 の時の画像と似ており、完成上段ロケットの機上支援機材は空であったことが確認される。これは PUM-D モジュールを用いて 二つの別の衛星が展開されたと説明される。アマチュア観測者により未知の静止衛星が特定されたという噂では他国の静止衛星を密かに監視するプローラーとして知られるステルス人工衛星だと言われている。着陸予定地点であったエドワーズ空軍基地の強い横風のためミッションは1日延期された。不利な条件は継続し着陸地点を ケネディ宇宙センターに変更する決定がなされ、1990年11月20日16時42分42秒に、ケネディ宇宙センターの第33カス走路に着陸した。ロールアウト距離は2753メートルで、ロールアウト時間は57秒間であった。ケネディ宇宙センターへのアトランティスの着陸は初めてで、あり。 また1985年4月の STS-51D 以来、スペースシャトルの着陸自体が久しぶりのことであった。着陸時の重量は 86,677kg であった。ありがとうございます。